それでは参ります。今年の夏が本当に本当に待ち遠しかった。なぜならあの人の隣で花火を見ることができるから。東華2024打ち上げ花火。暑い中見てくださってありがとうございます。
この後もまだまだ暑いのでちょっと気をつけて楽しんでいってください。ありがとうございます。今日ブラジャ2日目で、昨日もなんですけど1回目の演舞で木札もらえたのが嬉しいです。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。はい、岡山裏ジャレン10日の皆さんでした。ありがとうございました。